外の世界と比べるとニアケリアは本当に純朴なところだな。50万ガルドも持ってるって。気づかれないようにしないと。大金見て緊張するのはわかるけど、思いっきり不審だよ。あの船は子に施した精霊術で捕らえた風を強化して動いているのか。夕焼け空を見てっと、なぜか家が恋しくなるな。やったね、ちょっと大人になったかも。一歩大きな声で言わないで、難しい。ここ通り抜けられそうです。ミラ様はあちこち突っかえるかもしれないけどな。登れるかな。青少年、悩む前に登ってみようぜ。気をつけろ、結構小さい虫がいるぞ。ミラ、あんな格好で虫に刺されないんでしょうか。あのピョンってなった髪で追っ払ってたりしてな。うわ、虫の尻尾みたい。私のチャームポイントを尻尾と一緒にするな。チャームポイント、意外に意識してたんだ。この髪はシルフのやつが言ってくれたのだ。一応女なんだからおめかししろと言ってな。風の大精霊が言ってくれた髪なんて素敵ですね。あ、なかなか気に入っている。素早く振り回せば敵の不意をつく打撃も放てるしな。やっぱりそういう使い方するのかよ。